皆さんこんにちは。情熱的奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日はですね、断れない悲劇のお話をしたいと思うんですね。まあこれ断れない悲劇っていうのは言葉の通りですね、頼まれると断れないっていう悲劇ですね。私もですね、結構頼まれると断れないタイプなので、この断れない悲劇っていうのがあるんですけども、この時に、断るのか断らないのかっていうことのポイントとして、実は、私自身は、まあ、成長に力点を置くってことなんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。要はですね、相手がですね、楽をして、甘えようとする構造を断ち切るということなんですよね。まあ、私自身ですは、チームビルディングっていうことをお伝えしたりやっていく、もしくはコーチングっていうことを経営者の方にやっているっていうことをしている中で、やっぱり成長に力点を置くってことを言ったりやったりしているので、自然にですね、実はその、甘えて来られる、頼み事っていうのは、なくなってきたなというふうに思うんですね。本当に、力を貸してほしい。自分の能力では少し難しいなと。でも、この目標を達成したいという、思いのある方、成長しながら、なんとか、この目標を達成したいと思う方が、私のところに、そのために、支援をしてほしい、というようなお話をしてくるなと思うんですね。なので、この、断れない悲劇を、どうやって生まないようにするかって、やっぱり他人の成長に、貢献する。他人の成長が、大事だ。他の人に、の成長を、私は促進するんだっていう思いがあると、実は、この甘えの構造を、相手のね、甘えの構造を断ち切ることができるんじゃないかなというふうに思うんです。つまりですね、目の前の優しさは成長を奪うんだなと私は思っています。もちろん、本当に、どうしようもない、もう本当に、助けてあげてないといけないなっていうところも、もう実際現実の世界あるわけで、別にそれが、お断りなさいって言ってることではないんですよね。本当にどうしようもなくて来ている人にはぜひ優しさを差し伸べてほしいと思いますし、私自身もそういうことをしています。単に相手が甘えようとしているかどうかっていうことをしっかり見定めてほしいなというふうに私は思っています。ぜひですね、断れない悲劇をお持ちの方はですね、この成長に力点を置くっていうポイントをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。いかがだったですか？はい。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの今見がお伝えしました。どうもありがとうございました。